乃木坂46井上和、ライブ前のリハーサルで涙が溢れるも、本番では立派な姿見せる。1月22日深夜、日本テレビ系、超、乃木坂スター誕生に乃木坂46、井上和が出演。ライブのリハーサルで泣いてしまった理由を明かした。番組では今回、昨年12月16日と17日に開催された、5期生メンバー出演の、超、乃木坂スター誕生。ライブに密着する企画が行われ、本番直前の最終リハーサルで井上が、嫌だもう、やりたくない、と緊張した面持ちを見せる様子や、ソロ曲としてディッシュの、猫、を歌唱したものの、リハーサルで涙が溢れて歌い切ることができない姿などが公開された。井上はその後、このリハーサルについて、リハーサルの時、正直全然うまく歌えなくて、割と感情を第一に、いろいろ出して歌ったがゆえに、泣かないつもりがボロボロ泣いてしまったりとかして、と反省を振り返った。一方で、本番を迎える前には空き部屋で自主練を行ったとしつつ、いろんな歌い方をそこでしてみて、いろいろ自分の中で考えてみたときに、少し素直に、ストレートに歌いたいなって思って、歌ってたと思います、と語り、番組ではその後、井上が本番のステージで涙を流すことなく、猫を歌い上げる姿も披露された。